はい、今日も Vlog 風に夕飯の支度を撮っていきます。今日は全部お魚にしようと思います。プリモピアトとしてこちらのスモークサーモンがあるので、このスモークサーモンでパスタを作って、セコンドピアトで、お魚のフライ、これ冷凍してあったものなんですけど、このお魚とイカのこう輪切りにしたものがあるので、イカ輪切りにしたものがあるので、これをフライにしたいと思います。それからブロッコリー、ロマネスコのブロッコリーがあるので、それも茹でようと思います。ということで、主人にも今回は手伝ってもらって夕飯の支度を始めます。まずブロッコリーを茹でます。お魚これ全部、小麦粉をつけて揚げようと思うので、小麦粉をつける作業を手伝ってもらおうと思います。ボイファレとウメティファリーナ、ちょっと柔らかめに茹でて、あとでレモンとオリーブオイルで食べようと思います。でまだ新鮮なレモンがたくさんあるので、なるべくねレモンをたくさん使うようにしてるんですね。なので今回プリモピアット、これサーモンでプリモピアットでパスタを作るんですけど、今回はちょっと今までのやり方を変えてやってみようと思います。生クリームとレモンの皮を使ってソースを作って、でこれサーモンを炒めずに直接生のまま入れる方法でやってみたいと思います。これはちょっと私の初めての試みなんですけど、今日はちょっといつもと違うやり方にしてみようかなと思いました。なのでちょっと実験的な意味も兼ねてやってみます。イカの方はもう直接小麦粉だけをつけて、唐揚げにしたいと思います。これ全部骨と取ろうと思います。結構骨はねあんまり柔らかい骨ではないので、全部取ろうかと思います。そんなにたくさんないので、イカの方はなんかやっぱり小麦粉だけだとちょっと物足りないかなって言って、もう一度卵を通してもう一度小麦粉をつけることにしました。ブロッコリーの方は柔らかくなったので揚げたいと思います。あとはパスタ用のお水を沸騰させます。でブロッコリーの方はもう味付けしておきます。お塩とレモンとオイルで味付けします。リメッテレオールを取っていくと、うん、これは、ほら、これ
し。ブロッコリーは出来上がりました。Senti, ma che faccio questo? Solo farina? Sì. O faccio un altro uovo? No, faccio solo farina.Hai finito più o meno? Sì, ho finito. Lo porto a tavola? Sì. Ho messo il tostone di pasta, io devo smemare.スモークサーモンはこのように細かく刻みました。で今回はいつもと違うやり方でやってみようと思ったので、これは、フライパンの中に入れずに後から追加することにします。でこちらのフライパンの方にバターを溶かして生クリームを温めたと思います。オリーブオイルもちょっとだけ入れてバターを完全に溶かします。で、レモンの皮をこの上に削りたいと思います。これ無農薬のレモンを使ってください。白い部分が削られないように表面だけを削ってください。レモンの香りを出して、あと生クリームをここに追加しようと思ってますね。その中でパスタをあえて、あとはサーモンの、スモークサーモンの生のものを、上からかけようかなと思っています。パスタの方、これを沸騰したので、一度これかき混ぜて、鍋の底からこう剥がして、それで火を止めて蓋をしておきます。でこちらの方は一旦火を止めます。レモンの皮を焦がすとまずいので一旦火を止めてやっていきます。レモンの皮のいい香りがします。でここにちょっと火を止めたままなんですけど生クリームを加えます。生クリーム半分以上150ml ぐらい入れました。それで塩コショウしたいと思います。ちょっとお塩とコショウを入れます。
ますと茹で時間11分のものだったんですけど、9分の時点でこちらの方に移していきたいと思います。なのでちょっとあらかじめ今フライパンに火をつけておきました。ちょっとサーモンのこれ一部だけちょっと入れようと思います。あとは残りの部分は全部お皿の上に、お皿の上で混ぜたいと思います。A tavola, dai chi? Dai chi viene a tavola? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Devono essere gustosi, buoni! Senti, io un po' di pepe grattato appena appena per il profumare. Vediamo un po' perché non ho voluto di condizionare. Buono! Che mazza è stimolo? Sì. Ma buono, eh? Buonissimi. Poi sì. Bravo amore. Buonissimi. Buono? Sì. Ti piacciono? Sono gustosi, no? Buoni perché si sente il salmone. Tanto tanto semplici, no? Semplici semplici, ma veramente gustosi. この方法もとっても美味しいです。本当にシンプルに生クリームとバターだけしか入ってないんですけど、あとレモンとね、すごい美味しいです。ボニシミボニシミ美味しい。Domenico, che c'è? Vuoi anche tu un salmone? Dopo ti do un pezzo di sedano. Vai, bravo. Come la guarda? Come una ciambella. Vabbè, allora alla fine fai tu. No. No. Però mi devi dire tu i tempi, eh? Chiuda, chiuda. Giro? Non sono molto bravo con la battuta. Dai, mi velocizzo. L'ha fatto io perché ci mette... Aiuto! Ma lo vengo io? Questo lo vengo io, dai.